はい、こんにちは、サイです。今回は超転生アンドロメダと義勇のサビマコシステムで裏三振やっていきたいと思います。可愛いっすね。僕は非常に嬉しい。もう可愛いということは正義。はい、ですね、サビマコは、義勇とかノルザとか、ガンコラのね、ベルダンディとか、そのリーダーフレンドの候補っていうのがいくつかあって、で、メザちゃんもね、その中の一つに入ってくるのかなっていう感じはしてますね。はい。リーダースキル確認しましょう。水の HP 攻撃 1.5 倍、8コンボで半減、水5個消しで9倍の3コンボ加算ですね。13.5 倍出ますよと。よいしょ。L 字が強いんでね、そのまま消してもいいんだけども、ちょっとこいつ硬いなって思った時は L 字の方がいいかなって思います。今のでメダちゃんが3億出てますね。メダちゃんをリーダーで使うことの一番大きなメリットが、半減ですね。ダメージ半減、これがあることによって自己率っていうのが大幅に減ります。で、特に裏三振の場合は五右衛門、椿、ディアラとか、そういうなんか不意の大きな先制ダメージがたくさん飛んでくるし、あとはサダルメリクの割合からの追撃とか、今基準で見てもちょっとこいつ油断してると危ないぞっていう敵がね、多少いるんですよね。で、もちろんそれらの敵っていうのが出てくる手前で、HP 調整だったり、あとスキルね、しっかり打てるようにしておけばいいっちゃいい。要は自分がね、気をつけてればいいだけの話なんですけど、ただいかんせんシステムなんで、システムってね、やっぱりやってるうちにだんだんこう思考停止していって、ふと気を抜いた瞬間っていうのが来るんですよ。で、その瞬間にそういうのをたまたま食らっちゃって負けるっていう、こういう経験ね、システムをたくさん使ってきた人だったら多分分かってくれるんじゃないかなっていうふうには思っているんですけれどもね。で、そういう人にとってはこの超転生アンドロメダはね、すごいいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。困った時にとりあえずもう水5個消しさえしておけば耐えられるんで、立て直しが効きやすいんじゃないかなと。さっき言ったそのサダルメリクの吸収の時も、吸収スキル溜まってないやっていう時に、割合食らって死ぬんじゃなくて、水をね、5個消しさせておいてスキル溜めていくっていうふうにすれば、カバー十分できるんでね。で、あとそのメダちゃん自身もスキルが水と回復の生成なんで、やべえなって思ったらこっちも使っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。盤面っていうか、その消した時にその水の泥鏡を含んでるかどうかでだいぶ火力変わるんですけどね、そこもしっかり見ておく必要はありますね。はい。こいつはちょっと硬いので、L 字を組んでいきましょう。L 字しっかり組んでいけばね、全然倒せるんでね。で、そうですね。欠点もあります。欠点としては、まず単純に倍率が低いってことですね。13.5 倍は今の環境だとかなり低い方だと思うんで、道中はね、全然問題ないんですけれども、後半の、無効貫通が必要な場面になってくると、正方形の火力っていうのが、メダちゃんは出ない、正方形無効貫通持ってないんで、出せないんですね。L 字特化の覚醒になっているんで、なので、それを補助するために、サビマコ自身の、超覚醒を、複数体、無効貫通にして補ってあげる必要があるんですけれども、そうなってくると当然ね、バインドが外れてしまうんで、そのバインドの部分を、武器で補う必要があるんですね。で、その時にすごく役に立つのが、水コットンの武器ですね。これもメダちゃんとね、同時に実装されたものになってるんですけれども、これはね、そうだな、ニーズヘッグにおけるマドゥー武器みたいな感じで、もうサビ箱につけろと言わんばかりの性能なんですよね。少なくとも僕はそう感じました。追い打ちも持ってて、で、泥鏡も増やせて、で、おまけにね、HP も結構漏れちゃうんですよ。元々の HP がかなり高いんで、水コットンって。8000ぐらいかな。あるんで、相性はすごくいいですね。だから1体は必ず用意したいなっていうふうには思います。で、そうですね。欠点としてはその単純に倍率がちょっと低いっていう部分。で、あともう一つ欠点があって、これはね、ちょっとめんどくさいんですけれども、水を4つ消しじゃなくて5個消しに絶対しないといけないんですよ。ベルダンディとかノルザとかと組む場合、4つ消しでも全然問題なかったんですけども、メダちゃんはね、リーダースクリー5個消し指定なんで、絶対5個消さないといけないってなると、その、
作った水を1個ずらして盤面に保存していくっていうことができなくなっちゃうんですね。サビ膜はその無効貫通がいつでも打てるように、その真ん中4列の部分にその水をね4つ残してい、くっていうその立ち回りがね基本になるんですけれども、それをするためにそのサビ膜のスキルで作った水を残すことができないんで、自力で真ん中パズルして呼び込む必要があるんですね。でそのために今回落ち込んなしバッジを採用して、その降らせた水っていうのをキープしやすく、してます。落ち込んなしバッジない人もいると思うんだけど、まあ、持ってる人は多分使った方がいい。なくてもいいっちゃいいんだけどね。持ってる人は使った方が多分安定はすると思いますね。はい、道中はまあさっき言ったようにそのまま消してもいいんだけど、硬そうな敵が出てきた場合は L 字にしてあげるとね、ミラジャンがいい火力を出してくれるんで大体抜けます。はい、こいつもまあ L 字でいいかな。よいしょ。義勇のバランスキラーはボスのねベルダンディ、本家のねベルダンディがねちょっときついんで補助的にね振ってます。神キラーでも多分大丈夫です。義勇はバランスキラー、バランスタイプなんでキラーなんでも振れます。で、あと、チーリンドラゴンなんですけども、チーリンドラゴンはね、倒せるかどうかは、ちょっとわかりません。ごめんなさい。L 字を含む全力パズルをしてれば多分大丈夫だと思うんだけどね。ただ、そのチードラのイベントが来てる場合は、メダじゃなくて、そのガンコラベルダンディとか、ギユギユとかの方がいいかな。まあ、そっちの方が、多分その倍率が単純に高いんでね、倒しやすいのかなっていうふうに思いますね。よいしょ。はい、正方形の火力も一応見ておきましょうか。義勇が3億で、無効数持ってる、サビマコが1億8000万ぐらいでしたね。まあ十分でしょう。総合的に見て、他のリーダーよりも優先してアンドロメダでないとダメっていう感じでは残念ながらないです。使ってみた感じ。それらの方はベルダンディとかの方が多分強いです。けどまあそうだな、その工場のキャラ、本家のキャラでもそのサビマコのリーダー候補になれるっていうところが、まあ、一番大きな進歩なのかなっていうふうには思っていますね。はい、とかなんとか言ってると気づいたらボスですね。全然雑談しないですけども、まあ、今回はなしでいいかな。はい、こいつはまあ避難でね余裕で突破できると思います。はい、何分かな、8分になってないな。7分、ギリギリ7分台かな。ちょっと後でリダルト確認するんですけれども。7分台いけたかもな。全部ワンパンしたのかな。うん。まあ快適ですね。相変わらず。はい、そんな感じでね。もし組み合わせの方がね、よかったら使ってみてほしいなっていうふうに思います。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。